代謝の低下で体は老いる。代謝の低下は加齢とともに低下する。50代になると老化現象が顕著に現れる。白髪、薄毛、関節痛など様々。代謝とは摂取した栄養素の消化や吸収、エネルギーの生成と消費、ホルモンを作ることである。1日の総消費エネルギーの約 60% が基礎代謝であり、基礎代謝は男性が18歳、女性が15歳がピークである。50代からは運動や睡眠、正しい食習慣で基礎代謝を上げる必要がある。逆を言えば、運動や睡眠、正しい食習慣で基礎代謝は上げられる。50代からホルモンバランスが変化し、心身の不快症状とともに老け込む。